本日は新築マンションは効率で欠陥を抱えているという、それから年金積立金管理運用独立行政法人の累積運用益50兆円の真相、3つ目が東電福島第一原発の廃炉スケジュールを急げというこの3つです。まず最初の新築マンションは効率で欠陥を抱えている。新築マンションが次々に竣工している首都圏ですが、専門家は多くのマンションに欠陥があると推定しています。欠陥は設計段階で生じたもののほかに、建築現場でも発生、見抜くのは難しいです。入居後住まいの不都合が発見されるケースが多く、これが欠陥と分かって問題化します。対処法はないのか。賃貸物件なら貸主に行って不都合な点を解消してもらえば済みますが、分譲住宅となると対応は自分がしなければなりません。建築基準法が変わった平成11年以降の新築マンションは民間の建築確認機関で検査を受けた物件が多く、比較的緩い検査で確認が行われているため、設計段階での欠陥が見過ごされやすくなっている。設計は建物の強度を維持する構造設計と、居住性など機能を追求する設備設計がある。建築確認検査を受ける前には基本設計や実施設計など複数の図面が作成されているのが実情で、高層マンションあるいは、大規模マンションではこの設計図面の枚数が、非常に多く、建築確認をする検査でも時間がかかっています。従来建築確認は自治体の建築指導課が担当して建築基準法に沿って設計を検査してきたが、最近は高層マンションが多く建設されるようになってきたため、検査に要する時間が3週間から数ヶ月に及ぶこれまでの検査では効率的に再三点で問題だというふうな要求があり、自治体でも検査期間が長期化するのを避けるために事前審査という制度を設けて、設計段階から建築基準法に沿った設計方法を指導、図面が仕上がった段階で確認検査に移るように回っていたが、それでも商業ベースの開発業にとっては検査期間の短縮が重要ということで、平成11年から民間の検査機関を、登場させて建築確認を短時間で行えるようにしたというのが実情で、実はこの制度改正が欠陥マンションを多数生んでいるというふうに言えるのです。というのも民間の検査機関は全国に130以上あるが、検査機関が建築物を選んで検査しているわけではない。建築を計画している開発業者か、設計を依頼されている担当業者が検査機関を選ぶ仕組みになっていて、選ばれる検査機関にとって建築主や設計業者はお客様、建築基準法を厳密に守らなければならないが、客の意向もあり、チェックが甘くなることがないとは言えない。基礎工事で杭の長さが足りなかったケースは建築設計段階では適用だったが、施工ミスで欠陥が生じ建物が歪んだりして大騒ぎになった。検査機関の責任はこの際は問われていません。しかし建築主の意向通りの設計を検査機関が認めて建築基準法を無視して、OK を出していれば、建物が建った後歪んだ場合の責任は検査機関が負うことになる
しかし、この欠陥が現れるまでは数年から10年近く経つということもあり、そこ施工業の人手不足や資材高騰、検査機関は時間勝負で多くの建築物の設計をチェックしているので、こうしたことがこれからは多発する可能性が出てきています。それでも効率化を求められていて、自治体の検査姿勢とは違う検査体制をとっている民間検査機関が多く、震災の多発とオリンピック需要で、建設業界が極端な過剰な仕事量を抱えている昨今、建築検査を受注するために民間検査機関がしのぎを削るという状況で、とてもきちんとした設計のマンションが全て、基準通りチェックを受けるという時代は当分来ないのではないかと言われ、マンションを買う庶民にとっては、悩ましい時代が来たというふうに言えると思います。以上です。この問題はね、やはり今まで以前は役所が全部、確認申請を受けて許可をする、中間検査、そして完了検査と、検査も役所の人間が来てやる、はい、これを全部民間委託システムに変えたのは、やはり行政の合理化ということを考えたんでしょう、でそれを民間会社にやらす、そこへ行政から天下るという、そういうその天下り先の確保で、施策的に民間で全部それをさせてしまおうと、でこの考え方が、そもそもその建築物を劣化するということをですね、分かってたはずだと。そうですね、これ行政が監査するのと、民間が監査するのでは、その監査の重みがちゃうわけです。そうですね、スタンスは全然違いますね、重みが、でそのためにやっぱりお上の検査って言ったら業者も真剣になるわ、もし間違えば今後、この仕事ができなくなる、取り消される、で入札資格を失うと、いろいろその罰があるわけ、それでも民間になった場合は、民間対民間、そのいわゆる監査法人、監査機関と業者、ゼネコン、住宅会社、設計事務所、それし、そういうそのデベロッパーが、その民間と民間で交渉する場合は、ここ一杯飲みに行きましょう言うて飲んでも、贈賄収賄にならないわけ。そうですね、民と民だと、当たり前じゃないかと、そうすると完全なもう癒着性ということは初めから、このそうですね、そうですね、一番癒着にもう贈収賄の成立の環境を作ってやろう、だからそもそもこれはね、もうデタラメな申請でも通す、で違法でも通す、だから高いものが立たないはずだと、思ってるところにバーッと高いもの立ってる場合があるし、調べればこれは大変な不法建築が軒並みあると思います。いや困った時代になりました。はい、次は、年金積立金管理運用独立行政法人の累積運用益50兆円の真相です。年金積立金管理運用独立行政法人、以下年金独法といいますが、は平成28年第3四半期の運用状況を発表しました。業績は好調で、累積50兆円の運用益を記録したといいます。高橋則弘理事長は、景気
景況感が回復する中で、アメリカの財政拡大期待の高まりや、OPEC の減産合意により、米国株式が史上最高値を更新するなど、世界的な株高基調が強まった。また、米国の金利上昇でドル高基調になった。このような良好な市場環境が続いたことから、10月から12月の運用実績はプラス 7.98%。当法人は長期的運用を行っており、短期的な市場変動にとらわれず、投資原則行動規範を遵守し、年金財政に必要な積立金を残すための受託者責任を果たしていくなどとコメントを発表しています。年金独法が基調で50兆円の累積運用益を上げたといっても、実態は帳簿上の話で収益を獲得したわけではありません。こんなインチキな話はありません。運用益を目指して株式投資にも拒否を投じている以上、収益を確保しながら安全な運用を続ける必要があるからです。そもそも資本市場に公金を投じて収益を狙うこと自体、市場性を失わせる行為であります。それをあえて犯した以上、年金積立金に寄与する収益を確定させるべく、べきであり、運用期間にこだわる必要はありません。アベノミクスに寄与させるべく巨額の株式運用を行った効果がほとんどなく、トランプ大統領の就任とともに打ち出された減税、金利引き下げ、公共投資活発化というアメリカの景気浮揚策によって、日本の株式の株価上昇が続いているに過ぎません。アメリカの景気拡大は一時的に実現しても、産業技術力や工業生産性の向上は限定的とみられ、アメリカ企業の競争力が持続する見通しは立っておりません。商売株式市場にも反動が現れます。株価下落局面では、年金保険者や被保険者を泣かせないように、年金独法は運用益を今確保していく置くべきだろうが、これをしないというのは、アメリカからの売り払い禁止が出ていると見るべきなのでしょうか。どっちにしても透明性を高めて、早期に運用益を確保し、年金基金の資金の株式投入というのを早く切り上げるべきです。以上です。まあ、本来はやっぱり年金積み立ての資金は、まあ株式投資には、まあ、そぐわないものであって、うん、やってはいけないものだとは思うんですよ、うんうん、まあ、やるとしてもリスクのない、うん、まあ、大手の投資信託で、うん、まあ、ノーリスク・ローリターン、うん、ノーリスク・ローリターンを原則にして、うん、安全をまず優先せなきゃいかん。そうですね、うん、でそれを、まあ、今やってるのはハイリスク・ハイリターンと、うん、まあ、大きく儲ける場合もあるが、うん、大きく損する場合もある。これがハイリスク・ハイリターンですから、うん、まあ、一番極端なのは、今やその1分間に何百回という、うん、その理解ができるような、うん、デリバティブシステムがあって、うん、1時間で何十億何百億儲かる、うん、また10分間に何百億損をする、うん、瞬間に何百億損し何百億得すると、うん、むちゃくちゃな博打性があるわけ、うん、それにこれを使った場合、うん、儲かる場合もあるが、どんどん損する場合、うん、そうですね。で一つは、まあ、この儲けた形を見せて、うん、ドーンと大金を投資さすという手口が、まあ、ユダヤ商法とか、ね、そうですね、あの幕臣の胴元がよく考えることなんだけど、うん、で一回、まあ、雨をしゃべらすと、う
いい思いでハイリターンを与えると、うん、ハイリターンを与えた形にしといてハイリスクを取っちゃうと、うん、この作戦もあるから、うん、まあ、特に今のアメリカの商務長官ウィルバー・ロスはそれのまあ名人ですから、うんうん、ハゲタカファンドのボスで、うんうん、これはもう詐欺師ですから、ユダヤ詐欺師の恐ろしいんですよ、うん、儲けさせたよと、うん、はい、そっち押しの手ダーンと取ったら、うん、ダーンと根こそぎ取っちゃう、うん、この手口が中に、うん、毒まんじゅうが入ってるとまあ思わなければいかんだろうと思うそうですね、それは、うん、仕掛けです、仕掛けです、うんうん、次いきます。東電福島第一原発の廃炉スケジュールを急げです。東電福島第一原発の廃炉作業は、汚染水除去と溶け出した燃料の回収、施設撤去というもので、ありますが、廃炉完了まで40年以上が見込まれています。放射能を放出し続ける溶け出した燃料デブリの取り出しは1号機から3号機で行われ、取り出し開始は2018年の年度中に始まる予定です。原発に対する危機感が全国的に蔓延している影響か、デブリをコンクリートに閉じ込める石棺を福島県知事が猛烈に反対しており、経産省もこれを支持、デブリ取り出しは世界的にも難しい作業が強いられるという見通しになっています。廃炉は情報公開の下で、作業従業員の被爆線量を測りながら行わなくてはならない、機械化や省力化が求められるため産業界の協力が不可欠です。原発敷地の山側から流れ込む地下水は正常だが、原発建屋地下を通過する時点で汚染水になってしまうため、発電所内で汲み上げて貯蔵、その後無害化して放水している。膨大な量の地下水対策は喫緊の課題となっています。政府は凍土壁を設置して建屋内に地下水の流入を防ごうと計画を進めていますが、現在まだそれが完成しておりません。冷却水の循環装置が津波で流された結果、炉内で加熱し溶け出した燃料は核燃料は炉底を破って地中に流れ出し、デブリとなって核分裂を続けています。地中のどこにこういうどういう形で、存在しているのか、機械を使って確認する作業が始まりましたが、なかなかこれが難航しております。破壊された原子炉内の地下で確認作業を行うのは難しく、産業用ロボットを試作して作業は行われていますが、困難が続いています。しかし福島第一原発の廃炉が完了しなければ、日本の科学力や技術力に対する信頼は、回復されません。民主党政権下で発生した東日本大震災で、政府は、福島第一原発の被災事故を自己責任で処理するように命令しました。これによって除染補償費用は東電が負うことになり、企業の資力は限界があって国有化され、さらに電力業界だけでなく国民も電気料金を加算された普及費用を支払われているのが実情です。それでも福島第一原発の廃炉は完了させなければなりません。それには原発に関する知識の普及を含めて非科学的な原発危機感を抱くことがないように、教育も改め、徹底的に、科学的な知識を集めて、この廃炉に向かい、一日も早く廃炉を完了させるという知恵と、それから予算の執行が大切です。こうしたことを早く進めるために、科学的な H を福島に結集して、一日も早い
廃炉の達成をするように政府は集中するべきです。以上です。まあこれはね、私はもう何十兆かかるかわからないという、うん、20兆言ってるけど場合によっては30兆になるかわからないと、うんうん、廃炉全総コストが、うん、でそれをまあ電気代へみんなこう玄関にそう組み込んで電気代に なっていくわけです、うんうん、だからこれをまあずっと電気消費者が、うん、負担せなきゃならんって言ったらですね、うんうん、これからの日本の経済活動も、うん、いわゆる社会生活も成り立っていくのかと、うん、今の廃炉の費用にそんだけかければ。そうですね、まあ、福島以外にまだ50基あるわけですから。そうですね、だからそれをどうするんだと、何千億、いや何千兆の金になるかもわからない、まあ、日本国経済もそのものがもう崩壊したわけです、うん、だから、うん、まあ、この原発は作ってしまったんだから、うん、そのまま残せとも。もうそうですよ、そのまま発電させればいいんですよ。え、相当、うん、相当置いといたらあれですよね、石油とかそういうものをどんどんまた輸入しなきゃいけない、うん、いや、もう原発は使えないですよ。だから再生エネルギーで、うん、風力とソーラーで、また地熱でね、うん、その水力だって日本は山があり川がありね、うん、今ダムで発電所作ってるでしょ、うん、自然の流水で、うん、この流水パワーで、うん、小水力発電機を作れば、うん、何十万何百万の小水力発電所ができる、うん、そっち地域に作っていけば賄えるんです、うん、そういう再生エネルギーの開発に力を入れて、うん、まず電力の供給は安定すると、うん、石油や石炭を使わなくても、うん、自然で、うん、ソーラーと風力と小水力で、うん、だから日本のやっぱりあの島は海がある、うん、海洋風力をザーッと作ればねどえらい電気力も原発100基分ぐらいできると私は思う、ね、うん、それはあの電気代のコストはこの廃炉の費用をコストにするよりはうんと安いと思う。うん、だからそういうね、もう革命的なエネルギー供給開発をしないと、うん、これはこんなものにまたね、廃炉に何十兆かけてたんじゃ、何千兆円かけてたんじゃね、うん、成り立たないですよ、経済活動が。うんうん、だから、それをそのままに置いといて、で今の原子力のその問題は科学で、新たな化学物質で、うん、それを固めてしまうのがいいと思うんです。うんうん、まあそうです、ね、まあ、コンクリートじゃ耐用年数が短いから、うん、まあ、超強化プラスチックみたいなね、うんうん、何かで、1000年、2000年を固めたまま動かすことができると。うんうん、これをね、やっぱり科学で、日本の技術力で、うん、その廃炉計画を作らないと、うん、今のような廃炉費用をかけたんじゃ、うん、これは採算性が成り立たないと思います。うんうん、やっぱりあの固める方法ですよ、あの、うん、プルトニウムを。うんうん、固める、うん。そうですね。コンクリート以外の化学物質で。うんうん、まあとにかく固められると地元にずっと置いておかれるので、それは嫌だと。自分で言うのを知らない、それは知らない。それをまあ、うん、福島県知事は言うわけですから、まあ、それはまあ言うてて もう仕方がない、持っていくとこないんだから、うん、もう置いておかざるを得ないということで諦めないと知らない、うん、なるほど、うん、はい、以上です。日本はユーロシアの一員である。